なんや、静かにしとる思たら突然声上げて。ああ。最初から起きとるわ。た、俺ゲーム貸し。つうか、お前でも気にしとんのな。さあな。なんや。そりゃ手元ばっかで画面見とらんかったらそうなるやろ。さて、俺は帰る。お前もかい。好きにせえ。ない、小枝で締めればええやろ。お前、俺が朝から律儀に学校来ると思うとんのか。さあな、一生悩んどき。あれ、菅野。先生に夕飯の買い物を頼まれてんだよ。だからこれから商店街。カレーだって。なあ、それよりなんで隣に先輩がいんの。カレー大使がカレーの買い物や言うても案外おもろくないな。そもそもカレー大使じゃねえ。でなんで先輩と一緒なんだよ。二人っきりの保健室でそりゃもう仲良うしてただけやなあ。冗談だよな。冗談ちゃうよな。しかもこいつの方から俺に会いに来たんやで。いや、ダメだろマジで。お前が俺とあんまりにも仲がええからやきもち焼いとるみたいやで。ハムのやつ哀れやな。そんなんじゃねえよ。せやったら他にどんな文句があるん。それはこいつのことを可愛い妹みたいに見とんのやったらそろそろ卒業せんとな。適当なこと言うなよ。おい、知っとるかカレー大使、人は図星疲れるとマジになるんやで。違う、絶対違うからな。それだけは勘違いすんなよ。せやったらあれか、こいつを異性として意識しとるとか。 うるさい、だいたいそんなことお前に関係ねえだろ。ああ、関係ないな。それより買い物行くんやったらとっとと行きや。そんなこと分かってる。これからどうすんの。それなら俺と一緒に買い物に。カレー大使はこいつに買い物手伝わせるんか。それは紳士的やないな。別にそんなんじゃねえよ。ただ
ああそうだ、途中どうせ一人になるんだったら危ねえし。そういうことやったら心配は無用や。俺が送ったるからな。安心して一人で買い物行ってきや。くそ、分かったよ。おいお前、いろいろとその気をつけろよな。おい、帰んで。あ？なんや、こっちじーっと見よって。おい。帰んで。何が？別にその方がおもろそうやっただけや。悔しがんのも笑えたしな。何のことや。これ、着いたで。じゃあな。知らんが別にええ。それより俺は帰る。眠い。ああ。はあ？礼はまだしも、カングルうんぬんなんぞ黙っとればええやろ。わざわざ自分のマイナスになるようなこと言わんでも。今さらやけど、ほんまアホやなお前。しかも一言やないし。なんや、お前人の顔の観察が好きやな。お前、いつもは不自然やとでも言いたいんか。お前、変なところ鋭いな。よう言うわ。そういう大口は俺の観察眼の上行ってから言え、アホ。は？なんや急に。そんなら逆に聞くが、お前には頓着するもんがあんのか。せやろ。お前の場合まんまやろ。ああ、お前もな。
ああ、外部の人間にはお前は不思議な奴に映る思うわ。お前はそんなに俺のことが気になんのか。ほう、そういやお前、今更やけど俺が送った意味ないな。そんなんええから、お前は早帰り。今度こそ。じゃあな。言葉にした手前、とりあえず放り出すわけにはいかんって送ったったのに、なんで俺がいつの間にか送られとんのや。待たせちゃってごめんね。で、おお、そのゲーム。そうじゃなくて、聞いたよ。それってちーちゃんが君にレベル上げろって言ったんでしょ。律儀にやらなくてもいいと思うよ。ちーちゃんのことだから、どうせまた貸したことすら忘れてるんだし。君は優しすぎるよ。ん？何？どうしたの？確かにちーちゃんも君も独特の雰囲気を持ってる感じはするよ。そう、ちーちゃんも君もなんかこう、つかみどころがないっていうのかな。あ、悪い意味じゃないよ。だからこそどうしたらつかめるのかなって、もっと追いかけたくなる感じ。ああ、それともう一つ分かりやすい共通点。俺、二人のどっちと一緒にいても楽しい。もちろん、俺とちーちゃんと君の三人でいても、放送部みんなでいてもね。どういたしまして。じゃあ、そろそろ学校行こうか。ああ、なんやお前か。長期休みやっつうのに、お前よう学校おるな。ああ、ご帰宅や。ない、言うたら。アホみたいに行動早いな、あいつ。
ああ、そうか。つまらんな。誘うのに恥じらいやためらいのかけらもないからつまらんな、思て。頬を叩いて恥じらいの演出、お前の涙ながらの努力に2点やってもええわ。大根役者以下なのは変わらんがな。せやけど、まあ誘い文句そのもんは合格ちゃう。ま、持っとるんやけどな、傘。おもろい。ちょっとこっち来。やっぱお前が近くにおると威嚇やむんやな。さあな。お前、よう知っとるな。言わんで。あー、なんや、気そがれたわ。やっぱ帰る。分からんか。なんや、あっさり引き下がりよって。お前の観察眼も大したことないな。あ、なんやお前、最近人の顔よう見るな。まあええわ。おい、それよりお前の傘貸し。次はその猫ども抱え。そしたら猫どもここに誘導せ。余計なごたくはええからさっさと誘導せえや。アホか。こないに大量の猫、見つかったら外に出されんのがオチやろ。つうかお前、突っ込むところはそこな。まあええ。おい、帰んで。お前がそう思うんやったら、そうなんやないの？ああ、雷も鳴っとるしな。さて、お前はどないして帰るん？その辺の七子の傘でも借りて帰ればええんやないの？アホかお前。寮がすぐ近く言うわけでもあるまいし。俺の傘に入れたるわ。お前、なんや、勘違いしとるな。誰が貸す言うた。他に何があんのや。ま、お前が風邪ひくのは勝手やけどな。俺にウイルス撒き散らすことだけはすんなよ。
わからんな。先に誘ってきたんは自分の癖して。なら行くで。あよせんと置いてくぞ。あよせ。なあ、お前学校出てきたあたりからずっと思っててんけど、なんでそないに外側におるん？おい、どんだけ近づく気や。お前、俺とお前の間にあるこの変な隙間分近づけば問題ないやろ。せやったらあれか、近づくことでお前になんぞ問題でも起きるとか。せやな、例えば俺に近寄られることでお前が緊張するとかなあ。ああ、今度は何や、無意味にキョロキョロしよって。おい、よそ見してへんでこっちに目向け。お前は俺と話しとんのやろ。せやったらあよこっち向き。せや、それを忘れんと覚えとけ。ええな。俺も大概やな。今夜は月が見えそうにないな。まあ明日になればまた出るんやろうけど。なんや。なんで。変なやつ。菅野、雨の日は好きか。さよか。これ、お前の寮や。じゃあな。